3月15日、松山市役所で第3回輝き松山大賞の表彰式が行われました。この輝き松山大賞は、日本一に輝くなど松山市の名声を高め、希望や感動を与える功績を収めた個人や団体に贈られます。今回は個人で4人に、野市松山市長より表彰状と記念品が手渡されました。文化等部門から特別企画2020年度環境教育ポスター公募展中学生の部で文部科学大臣賞を受賞した松山市立椿中学校1年の田頭海さん、第20回毎日パソコン入力コンクール全国大会数字・記号・高校生部門で経済産業大臣賞を受賞した松山西中等教育学校5年の森谷修馬さん、スポーツ部門から JOC ジュニアオリンピックカップ大会第40回全日本ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会男子1000メートル優勝と総合順位優勝した伊予鉄スピードクラブの越智大人さん、第32回文部科学大臣杯全日本少年少女けん玉道選手権大会タイム競技男子の部を優勝した松山市立柚月小学校6年の門田明成さんです。ありがとうございます。最初はこのポスターがこんな大きな賞を取れるとは思ってなくてとても驚いていたんですけど、お母さんと夜遅くまで頑張ってくったので、それがこの賞につながってよかったなと思います。今後はまだたくさんの絵を描いて人の心を動かせるような絵を描けるように、もっとたくさんいろんなことに挑戦していきたいです。過去に2回、2位という悔しい結果に終わってしまったんですけど、今回念願の優勝をすることができたので本当に嬉しく思っております。今後は数字だけでなく英文や和文といった文字入力の練習も進めて、さらにスキルアップを図りたいと思います。素直にすごく嬉しいです。今週の末にもまだ大会があって、シーズンがまだ少し続くので、その大会をしっかり滑り切って、来シーズンはオリンピックのシーズンなので、より一層気を引き締めて頑張りたいと思っています。僕はけん玉をしていたんですけど、どんなに苦しいことがあっても頑張ってきたので、とてもこの賞をいただけてとても嬉しいです。まだ明確な夢とかはないんですけど、やり抜く力をけん玉で学んだので、そのことを生かしていろいろなことにチャレンジしていきます。輝き松山大賞を受賞された皆さんに今後のさらなる活躍が期待されます。3、2、1